何かと話題になっていた逃げるは恥だが役に立つがついに昨日最終回を迎えましたね。私は初回から見てないので何とも思わないです。同人生活ですということで、2016年12月21日20時55分に収録をしております。ということで今週はどうする、今週もやっていきたいと思います。本当はね月曜日に出したかったんだけど、月曜日なんかちょっと疲れてたんだっけな、なんかわかんなくて確かそうだね、疲れてて、あそうだ、そう8連勤目の8連勤違う8連勤の8連勤目が月曜日で、で終わって帰ってきてうえーってなって寝たわけですよ。で次の日が代休をもらえたんで、まあゆっくりできたっていうか、もう基本的にほぼ15時間ぐらい寝てたのかな1日の15時間ぐらい寝てたような気がするんですけど、ほとんど寝て過ごして夜中になるまでラジオのこと思い出さなくて、あやべラジオやってねえや、ずっと寝ちゃったっつって、で原稿も書きたかったんですけど、もうすっごい眠くてずっと寝てしまいましたね。いやもうそれはね申し訳ない感じなんですけども、それはねちょっと許していただきたいという感じで、で今週の話なんですけれども、今週はそうかもうあまりないですね。とりあえず23日に何か私ちょっとやりに行っちゃいますよみたいな、ちょっと面白いことしに行っちゃいますよみたいな感じで、でねもしできたら多分音声だけになるのかな、なるんだろうけど、うまく撮れればだけどね、うまく撮れればだけど、もしねその面白いのはうまく音声撮れてたら、動画にするかなっていうような、動画っていうかまあオーディオコメンタリー的な感じになるんだろうけど、そういうのをね作ってもいいかななんてね思っております。で23日は休みで、でまあみんながねちょっと俺にはよくわかんないんだけど、なんか24日と25はなんかね特別な日なのかな、なんか恋人なんていうなんかちょっと都市伝説まがいのものと一緒に過ごすなんかね2日間があるみたいなんですけど、ちょっと俺はねよくわかんないのでよくわかんないし、まあまあ、仕事がね普通に入っておりますので、言ってしまえばその次のね月曜日も仕事なんですけどもっていう感じでね、28日のね会社の大掃除兼忘年会みたいなのは、まあ、忘年会か、仕事がほとんどなくて、ほとんどなくてっていうかまあある人はあるんでしょうけど、基本的にそこまでに仕事を終わらせて28に忘年会みたいな感じで、で29から4日まではお休みっていう感じにね、普通の会社みたいに、まあ普通の会、まあ普通の会社みたいになってるんですけども、そうね、どうやらねその28日の忘年会が、これがまたなんか言語に絶するほど飲まされて、なんか大半の人が酒に酔ってお店で何度もリバースするっていう、なんか狂気人みたいね、えそれ本当に忘年会なのみたいな、なんかお互いにちょっといがみ合い的なものがあって、それを発散するために相手を吐かせてるんじゃみたいなね、そんなところはそこはかとなく感じるんですけどまあそうでないことは祈りたいんですけど、だからねちょっと28はね正直会社の掃除をちゃちゃってやってささってね帰りたいんですけど、まあそれは無理なんでそれは無理なんで、おそらく私も結構酒には強いんですけども、まあね前例にたがわぬ感じで例外なく
2回3回はね吐いてフラフラになりながらねお家に帰ってくるんじゃないかなと。まあでもあの家とね会社と飲み会をいつもやってる場所はね、あの位置的にもう徒歩十数分、10分ぐらいで着くぐらいの距離なんで、帰るのに関しては全く問題がないんですけど、問題は次の日だよね。ほんとそれね。多分あの駅から帰ってきてる途中の公園のトイレで絶対1回は吐くなっていう気はします、してます。嫌だな。で、来週は来週でね、とあるプラモデルを買うので、それは来週になったらあのお話をしたいと思います。で、その作ってるのもね動画にしてみようかななんてね、あの最近 iPhone のね7に変えたので、おそらく動画の写りも良くなってるんじゃないかなということで、まあうまくいけば同人チャレンジの復活もあるみたいな感じなんで、そこはねちょっと期待しててもらってもいいんじゃないでしょうか。まああんまり期待しないでほしいけどね。はい、ということで、で先ほどねツイッター見てたら、すごい楽しみにしてたレッドイットダイがね、なんと2月2日配信と。嘘だろお前みたいな感じですよ。2016年内に配信する予定だったのに2月2日になり、さらにあのセロが Z 指定なので、もう私20もねそこそこいい感じの年齢なんですけど、クレジットカードっていうものはあんまり好きじゃないので持ってないんですけど、それがないとねダメだとダメだと、なんかツワントワンってなってますけど、あんまり気にしないでいただいてよろしいです。パソコンの方のあれなんで。そうなんだよね。で、パッケージ版がね、レッドイットダイパッケージ版がどうやら6900円ぐらいで、2月2日にね、出るらしいんですよ。で、さすがにパッケージ版で6000何いくら出して、有料のね、ディスク版を買わせておいて、で、なんか課金、しないとコンティニューできないよってことには多分ならないと思うんで、そこはねうまく6900円分のコンテンツをこう詰め込みつつ、まあそれだけもう払ってんだからコンティニューね、回数は限られてるけどキャラ前に課金しなくてもできますよとか、あのパッケージ版を買った人だけこうダンジョン内で復活できるアイテムが手に入りますよとか、多分そういうことをしてくれるとは思うんだよね。フルプライスですからフルプライスをこっちは払うんだから、こうなんかちゃんとした完成されたゲームとしてのローグライク的な感じでね、まあなんだろう、いわばブルータルPS4 で私がちょっと実況したあのブルータルみたいな感じなのかな。で、まああれは死んじゃったら何もかもなくなってっていう感じなんですけど、こっちはなんかどっかで復帰できるとかそういうのとかあったりするんですかね。もしくは、まあ、ディスク版といえどめちゃくちゃその6900円っていう値段は間違ってて、まあ、1500円ぐらい、2000円ぐらいで売ってて、まあ、なんだ、コンティニューが20回分プラス、なんかこうね、ちょっと限定アイテム入ってるかな、的な感じだったらまだいいんだけど、6000円で、コンティニューが、まあ、150回ぐらいできて、コンテンツがとかなってるとちょっとうってなるんだよね。まあ払ってる金的にはなんか安いじゃんお前みたいな、そんな感じになるのかもしれないけど、でもディスク版を買ってねそういう措置をされるとちょっとうってなっちゃうかなってのは正直あります。もしねそういう感じにしたいのであればめちゃくちゃ安くして、で何回かこう生き返れるそのコインみたいなのが
もともと付属しててっていう感じにねしてほしいかなと思いますけども、2月2日までかかるんですしねなんかこうあれなのかな、もうちょっとゲームっていうか、あのフリートゥープレイっぽくない雰囲気にするのかな、ディスク版のやつは。ちょっとわかんないけどっていう感じです。なので私はね、私の予定としては27に動画は途切れるんで、そこまでの間に多分配信されるんだろうってことで、そこからね、バイオ7の前に一つあるゲームがあるんですけど、そこへこう繋がる感じでレッドイットダイをやろうかなってね、ちょっと思ってたりもしてたんですが、また別のねゲームをちょっと探さないといけなくなってしまったので、まあまあまあそこはね何か探して動画作っておきたいと思います。うん、っていう感じかな。で先週のラジオの方のあれをちょっと見てないので、ちょっとポチポチしながらね、こう申し訳ないんですけども、下準備がちょっと不足してるんじゃないのっていう感じではあるんですが、先週のラジオをこうやってね今あのネットで開きつつ、あ、1件だけもらってますね。なのでそちらの方に返して今回は終わりにしておきたいと思います。ちなみに今日はすごいあのテンション低いです。いや高い、普通じゃんみたいな感じかもしれないんですけどもね、理不尽に怒られてちょっとなんか子供みたいな先輩がいるんですけど、あのいい年して、その人に結構理不尽な感じで怒られて、まあいや100歩譲ってもそれはっていう感じなので、まあいいんですけど、ということで愚痴はこの辺りにして、コメントの方一件だけもらってるので返していきたいと思います。お疲れ様です。明太子苦手というか、食わず嫌いかな、食わず嫌いなみたいなものがありますね。ご飯と組み合わせたり少し焼いたら美味しいことは知ってるんですけど、買うとなるとちょっと迷っちゃう感じです。明太子味のお菓子は食べるんですけどね、ということで。いやでも明太子ね、なんだろうね、うまいからうまいから食べてみたいな、うまいから食べてみたいなねところあるんで、もしねあの皆さんもね明太子何かこうショップっていうかスーパー行って見つけたら買って食べてみてもねいいんじゃないでしょうかってね、別に言う必要はないんですけども。いやー、ということで明日は給料日だ。まあそれだけなんですけどね。ということで今週はどうするはここら辺で終わりにしておきたいと思います。ということで皆様また来週ゆっくりおやすみなさい。バイバイ。